初めましての方は初めまして、そうでない方はいつも動画を見てくださりありがとうございます。私、村正と申します。今回からですね、Final Fantasy 6の実況プレイをやっていこうと思います。はい、これはね、小学校の時にやった、本当に久しぶりの作品なんで楽しみですね。魔対戦、すべてを焼き尽くしたその戦いが終わった時、世界から魔法という力が消え去った。そして千年、鉄、火薬、蒸気機関、人々は機械の力を使い世界を蘇らせた。今またここに伝説となった魔法の力を復活させ、その強大な武力によって世界を支配しようとする者がいる。人はまたその過ちを繰り返そうとしているのか。あの年か、魔対戦で氷漬けになった千年前の幻獣か。またガスじゃねえのか。うん。だがあれの使用許可が出るぐらいだ。かなり確かな情報だろう。生まれながらに魔導の力を持つ娘か。魔導アーマーに乗った兵士50人をたった3分で倒したとか。恐ろしい。大丈夫。頭の飾りの力で思考は止まっているはずだ。俺たちの命令で思い通りに動く。東から回り込む。行くぞ。いつの間にか順番変わってるな。この娘を先頭にして突っ込む。雑魚には構うな。行くぞ。ウィス。やっと動けるようになりましたね。あれ、氷付きの現状はこの奥だ。行くぞ。はい、戻れないと。一応ステータスもね、いけるな。アイテムも何もなしと。特殊能力、魔法、ケアルとファイヤーか。幻獣も何もなしで。ミスリルナイフ、バックラ、革の帽子、レザーマン。他に見れないんだ、こいつら。アクセサリー。ステータスは ?1 か。コンフィング。ウェイト、アクティブ。まあ、どっちにしよっかな。まあ、アクティブの方がね、難易度は上がりますよね。常に動いてるんで。スピード4で、メッセージも、22ぐらいかな。ウィンド短縮、コマンド、ゲージオン、ステレオ、戻す、記憶、最強、すべて外す、コントローラー。魔法の並び方1。あ、はいはい、そういうことね。ウィンドカラー。うわー、どれにしよう。うわー、醜い、チョコボばっかり醜い。まあ、いいや、別に。こんな感じで。2番ぐらいでいいかな。よし！歩数1。ギル3000ですね。まあ、こんな感じですね。まあ、とりあえず、FF6 久しぶりなんで、うん。まあ、楽しみたいなと思います。まあね、できるイベントとかはやっていけたらなと思うんですよね。まあ、ほどほどにって感じで。まあ、これも結構対策なんで、頑張っていきましょう！ではでは、お付き合いください。行きましょう！歩いてるな。帝国の窓アーマー、とうとうこのナルシェまで。はい、戦闘ですね。初の戦闘。行くぜ！ガード2、窓、ファイヤービーム、サンダービーム、ヒールをホースに、ブリザードビーム。で、まずファイヤービームからで。窓、うわ、めっちゃあるやん！なんかめっちゃある。窓、じゃあ次、サンダービーム。楽勝。32。ビックスがレベルアップで、ウェッジがレベルアップと、96ギル。余裕ですね。まあ、ここら辺は苦戦しないでしょう。窓アーマーに乗ってる以上。ナルシは俺たちガードが守る！行くぜーい！シルバーリオ？ヒールフォース。まあ、ヒールフォースちょっと回復ですね。じゃあ、バイオブラスターにしよう。バイオブラスター全体か。いいな。271とか。めっちゃ回復するやん。バイオブラスター。216強っ！バイオブラスター。よし、行こう。一回、立ち止まったやろ、一瞬、ガード二人。ちょっと、ビビったんちゃう？魔法、違うな。コンフューザーとかやってみよう。よし、まあ、コンフュー、おっしゃーまあ、混乱するよね。で、デジョネーター行こう。即死か、これ。ほら、やっぱり。32ポイント、96。まあ、そのまま進んでいきますけどね。よし、挟み撃ちだ！挟み撃ちしてもな、あんまり意味がないっていう。クリティカル。おお、クリティカル食らうな、やっぱり後ろ取られてるから。341とか回復しすぎやろ。魔導ミサイル。よし。389とか強っ。最初にしては強すぎるやろ。144。44回復。ビックスとウェッジが上がって、がレベルアップした。ポーション、126ギル。うん。特に困ることもなく。炭鉱の守りを固めろ。お、なんか新しいのいた。メガルドルク。なんだそれ。じゃあ、こんなにいっぱいいるから、バイオブラスターで。多分これで死ぬはず。はい、よし、来た。400食らってたけど。ポーション、ハイポ、来た、ハイポ。276。ギル。結構お金くれんな。情報によれば新たに掘った炭鉱から氷漬けの源流が出てきたらしい。ということはこの奥か。何これ、それ回収しに来たんだっけ。もう忘れた。あ、なんかある。あれセーブ場所か。あ、ウェアラットやん。懐かしい。いいや、もうとりあえず最初はバイオブラスターで全体攻撃して片付けましょう。そしてこの窓アーマーも乗れへんし。はーいまさかの回復。うせやろ。びっくりするわ。まさかの回復で。ファホーイってなったわ今。よし、もう毒で死んでくれるんじゃねえかっていうぐらい。レッツゴー。21、ビッグスウェッジか。ビッグスウェッジもな、レベル上がっても仕方がないっていう。はい。よし。不思議な光が溢れている。セーブポイントの説明が聞きますか。はい。セーブポイントでは寝袋やテントを使って休むことができます。もし全滅してもセーブしておけば自動的にその場所からゲームが再開されます。この時ギルや宝箱から取ったアイテムなどは元に戻ってしまいますが、レベルと経験値は減りません。あ、そうなんやね。またワールドマップではどこでもセーブすることが可能です。そういう感じだったっけ。あ、これ A を押しても何もないっていう。はい、じゃあこれでこっち何もないんか。何もないっていうかいけないんか。ここは俺がやる。下がっていろ。体当たりか。あざす。どっちがやったか分からんけど、厳重は渡さない。ユミール行け。ユミールマジか。こいつは待てよ。こいつは思い出したぜ。知ってるのか。以前雷を食う化け物の話を聞いたことがある。殻に強力な電流を蓄えるという。そうだ、殻に手を出すなよウェッジ。分かったぜ。フラグですね。じゃああえてやりましょう。やってやるぜ。170。ゴゴ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 。あ、閉じた。でもこの時にね、攻撃しちゃうと反撃食らっちゃうんで、まあどんなものか試しに見てみましょう。意外に強かった気がする。1万ボルト。ほう、全員かこれ。お、マジか。びっくりする。あ、雷が、じゃあ、頭が出てきた。雷が出てきたんじゃねえわ。まあ32ならなんとか耐えれるな。全然いて。13か。結構食らうな。まあこれは魔導ミサイルでいきましょう。あー、ミスった。ごめんみんなって思う。本当に思う32って本当にごめんみんな。まあ、こんだけ謝っててもねあ、やった、ラッキーやん。魔導ミサイルレッツゴー。おう、そういうあれな。おお、マジか、単品バージョンか。あ、スローになっちゃった。まあいいや。あ、またやべえ。多分ハテナハテナハテナが死ぬことはないかな。多分死なないはず。あ、よかったけど一撃のやつはちょっと辛いな。おお、ギリーギリじゃないですか。危ない危ない。そろそろ死んでくれてもいいんじゃないでしょうかね。粘液。わあ、また隠れた。やべえ、やっちった。あちゃー。よし、はい、首に攻撃して。多分そろそろ、あ、普通に攻撃だ。よし、え、どっち？あ、隠れたっていうだけね。窓ミサイル、どんどん行こう。攻撃するよ。MP 足りないやん。やったー、マジかじゃあもう空攻撃していいんじゃね？ MP ないんでしょ、ほらでも全然空攻撃してやんよ。粘液とかだりいけど、まあいいや。じゃあさっさと終わらせようなんだ今度。あー、また首隠しやがったこいつ。もういい。おっせえ。さあ早く顔を出してください。よし、多分この魔導ミサイルで終わるはず。よし、来た。とりあえずや。ハイポーション。はい、行こう。何？普通の敵かよ。ザコザコ。さあどんどん片付けて先に進みたい。ちょっと思いのほかユミールで時間食ってしまった行きましょう。こうやな。あった、これが氷好きの幻獣。謎の幻獣。おい、何か様子が変だぞ。何か不気味な。氷漬けになったモンスターは怪しげな光を放ち始めた。なんだこの光は。うわー、なんだレッジ、おい、どこへ消えてしまったんだ。お、体がまずこの爆発に巻き込まれて無事っていうのがここはほう、操りの輪が外れたばかりだというのに頭が痛い。無理をするな、これは操りの輪。これをつけられればそのものの思考は止まり、人の意のままに動くようになる。何も思い出せない。大丈夫、時間が経てば記憶も戻るはずじゃ。帝国に操られていた生まれながらに魔導の力を持つ謎の少女、名前はティナ。私、名前はティナ。おお、強い精神力を持っておる。ここを開けろ。窓アーマーに乗っていた娘を出せ。ここを開けるんだ。娘を出せ。そいつは帝国の手先だぞ。帝国？窓アーマー？とにかくここを出るんじゃ。わしが説明しても奴らは聞かんじゃろう。こっちじゃ。裏の炭鉱から逃げられるはず。ここはわしが食い止める。さあ早く。ありがとうございます。ダッシュができないのはちょっとめんどくさいですけど。あそこにいるぞ。わお、よいしょ。あ、セーブ場所ですね。よし、今回はこのセーブで終わりましょうかね。いいよ。では今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。